もうやっとるんや。でその貯金っていうのはどうやって作った貯金なんですか。それが多分世論まあまあ気になってると思うんですよ。はいはいはい。もともと貯金はあるんや。もうでも、うん、はい、まあ、これはちょっと配信では言ってないけど、はい、まあ、知っとる人は知っとるけど、はい、まあ、あの前そのなんていうの、一緒におった女の子、あ、はいはい、もう2週間ぐらいで8000万の玉造りのマンション、は、8000万の玉造りのマンション、あの連絡来て、はい、要はもう審査取っちゃいました、はい、ほら LINE 送ったよ、あ、はいはいはい、見したよ、はい、契約書みたいな、は、8000万のマンション、これまずいなと思って、はい、でそれ見せんかってん、はい、だからそれ、まあ、カナの時にそれ見せて、まあ、これあるから大丈夫やで、はい、だからもうみんな知ってんねん、はい、学は大体は、はい、もう額縁にしとるから、え、タバコポイ捨てしてないで、も、も持ってんで、あ、俺が拾って、今日は俺が拾ったから、俺もちょうで、あ、そっちじゃないんか、まあいいや、拾った、うん、落ちただけです、アルゴロのアイスブラスト、はい、落ちただけです、うん、だからさ2000買ってん、あ、もうこれそうやなみたいな感じな、はい、でもそんなお金持ちみたいな感じあるわけじゃないから、打って湧くわけじゃないから、はい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 、こっちもさ、なんや支払いとかうんぬんとかあったらやっぱ足らんものは足らん時でそっちから切り崩さなあかんし、はいはい、でそういうこともあったから、でなんか定期の、10万円問題はもう払ったんですか、ね、払った払った払った、ね、これこれ三月仲介入って、そう、そうですよね、で謝罪してくれ、謝罪もなかったん最初、そうでしょ、1日前に、はい、花屋くんのところで、はい、バーって言われて、はい、で1日前にこう言って約束した、こっちが伝えた1日前に暴露されちゃった、はいはい、で なんでこんなやつは払わなかったの、はいはい、じゃあ買ってしまった、はいはいはい、で、まあ、今回その相談枠にこいや こつまち、はい、でその時に、はい、定期係ちゃんが上がって、はい、こういう風でって言って、で、はい、こっち側の本じゃ意見としてはどういうことですか、いやもう謝罪ないから謝罪してくれたら払いますよ、はあはあ、で謝罪してもらったからもう翌日に払ってる、はい、はい、で 今はもう別に生活バンバン剤ですか、今までね、もうやっぱお金出しとるから、あ、はいはいはい、今食事代も出しとるし料理も作っとるし、でやっぱ最近まではもう介護施設に入れたりとか、はいはい、まだお姉さんとお父さんのお姉さんの方の介護施設入るんやけど、はい、来週、はい、だけどまだ家の解約とも片付けも何も終わってないから、あ、それも自分でやったりとか、はいはい、でそれもお父さんのこれから網膜症と白内障と手術で入院、はい、しかもそれが名古屋であるってことだから言うてたんですね、名古屋で、名古屋と茨城に行き来して、はい、手続き、入院手続きやリハビリや、はい、でそっちの、お母さんがこっち残るって言ってるからアパート代もこっちが払うの、ああ、はいはいはい、だからそれもお母さんお父さんに言ってるけど、もう親戚の人らもみんな言ってるけど、もうこっちお金返してもらわんでええからって、はいはい、何が一番俺が将来的に困るかって言ったら、子供を、はい、まあ、初めて育てるタナを置いて、はい、俺が仕事行った時に何かあったら困るから、はいはい、うん、おむつとかミルクとかってもう最初みんな母親お母さんどんだけこの中におるかわからへんけど結構大変やねん、一人で、うん、ノイローゼになるお母さん結構多いの、うん、だからその時に、まあ、お父さんお母さんが近くに追ってくれればええからって、はいはい、でその時にまあ、もうそれこそ500近くやな、こっち建て替えても払っとるけど、500万円、もう払ってるよ500万円、だからもうそれ もう返してもらうんで、はい、だからその時にもう近くに置いて見てもらって、はい、で、まあ、ベビーザラスとかなんやらでじいじばあばになるけど喜んでなんか買うやん、あ、はいはい、結構それでお金とか使ったりするから、これ結構そういうの見てきとるから、はい、一流日並みで座っとる、えで今本社 R 社長は収入源はそれ結構みんな気になってるんですか、だからもう、うん、こういうことになっとるから、はい、今お父さん目見えへんやろ、はい、でお母さん免許返納して、はい、だからもう近くにおったらな買い物に行けやんわけ、はい、もうコンビニまでも遠いし、はい、スーパーまでも遠いし、はい、私が歩けないですね、もうだから今つきっきり状態、はいはいはい、で広島行く予定やったけどそれも断って、はい、でこっち残るっていう話して、え、一回 R 社長車乗ります、僕のなんか R 社長に聞きたいこと大総勢めっちゃおるから、あ、いやいや、はい、あ、 お母さんも寒いんでよかったら、はいはい、車乗っててください、はい、お母さんもう質問したで、もう聞け、もう大方もう、はい、話してもらいたいことは話してもらったんで、もうあんま
ちょっと待ってくださいね、適当に片付けるっすわ、ちっちゃないんで。よいしょ、どっこいしょ。めっちゃやにくさいやん。あーそうですね、もうタバコカーなんで。よいしょ、よいしょ。この後も名古屋帰るんですね。名古屋帰る。うわ、名古屋帰って、まあ明日も病院やから。明日も病院。そうそうそう。ほんでそれでまあ明日も丸一日や。もう糖尿科行って、その後、眼科行って手術の日程決めて、でそれから検査入院の日程も決まって。はいはいはい。こっちからすれば今何も確定状態がない中、はいはい、まあ、名古屋にお母さんがやっぱ残るって言ってるから、はいはい、その分もやっぱお金もかかってくるわけやん。いくらかかるかもわからへんわけやん今後。ああまあそうですねそれはそうですね。で多分世論はその R 社長の収入源結構気にされてる人多いというか。収入源なんてもう名刺とか打った、もうそういうお金の貯金を崩しながらやっとる。ちなみに名刺はいくらで売れたんですか。名刺は400ちょっとぐらいかな、4店舗で。ああはいはい。でそれプラスまあ元々あった貯金ちょこちょこ崩しながらやっとる。はいはい。もう全然貯金ないってことですか今。いやそこまでは困っとるわけではないけど。ああはいはいはい。ただ今後そのお父さんの知り合いのところとか、はい、まあ近くで、まあまあお宮言うてもな、どんだけ頑張っても20万ぐらいしかならないもん。ああ広島行ったらその4倍って約束されて契約が、はい、でそういう話やったけど、まあでももうそんな行っとる場合ちゃうから、ああ断って、はいはい、もうこっち残るわっつって、はいはい、安月給でも地元を追って、はい、まあ介護しながら、まあ、子育てしながらみたいな。ああはいはいはい。だからそんな状態やったから病院連れてかなあかんし、介護施設にもお姉さん、お父さんのお姉さん入れなあかんし、はいはい、でそんな状態やし、でカナも病院連れてかなあかんし、で猫も老人の猫ばっかやから病院も連れてかなあかん、はい、この間連れてったばっかやけど。あはいはい。で連れてかなあかんし、でそういうのが重なって、はあはあ、もう配信しとる倍じゃなくなったんや。ああはいはいはい。ほんでアルファードのローンまたみんな言うてるんですよ、ブーブー。アルファードのローン、ローンの引き落とし。あ、ベルファイアね。あ、ベルファイアや。うん、ベルファイアのローンの引き落とし。あのなんかショコワーっつって、あアルファードって。アルファード、はい、アルファード。でそれをお母さんに聞いても、R 社長が買うたやつやって、またそれ確かに言うてたんですよ。そうそう、あの人嘘つかん人やから。うん、まあそうですね、もう正直にしか言わへんから、はい、もう騙されとる思ったら騙されとる言うし。ああまあそうですね。まあ出会った人全員泥棒と思えぐらいの警戒心の強さやから。うん、だから最初すごい、もう自分で言うのはあれやけど、めっちゃ疑われてて。ああやっぱり。そうそうそう、まあまあやっぱり、ね、やっぱり、うん、疑われてて、うん、めっちゃ壁があってん最初。はいはいはい。まあやけど、まあここ最近でもう本音で言い合えるようになって。はいはいはい。まあでも少なくてもお母さんに伺ったところ、1円のお金も使ってないと、今全部 R 社長に出してもらってると。そうそうそう。うん、それは2人っきりで喋ってるから。うん、もう全部こっちや。ああそう。なんか土地の名義変えて自分のにしたとかないっすよね。ない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 。うん、聞いたらいいよね。そのまあまあでももうあの感じやと、うん、誰もお父さんお母さんも脅されとるとか思ってへんし、うん、なんや。むしろこうやって山田君に会いたいって言ったのは、そうやってやってもらっとってなんか悪いのに、こうやってネット界隈で叩かれとるから、なんか説明したいって言って連れてってって言ったから連れてきとるわけ。そうそう、R社長のせいでもう叩かれまくったっすわ。うん、お前中立ちゃうやんけって、そこで叩かれてるっすよ。もう大変やったわ。まあ明日もずっと続くんやけどね、これ。あ、続くんすか。明日も連れていかなかったし。ああ病院ね。で R 社長のその R ベアールファイヤーの明細をみんなってブーブー言ってるんですけど。明細はローンや。ローンのその引き落としのあれはっつって、それめちゃくちゃ言われるんですよ。もうベアールファイヤーだからあれ、あっちの方が早いんちゃう。もうトヨタに電話してさ、俺がもう番号とかも画録やったら全部残るわけやん。ああま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 あ、もうトヨタは嘘つかへんやん、そんな。まあ、トヨタは嘘つかへんですね。いちいち俺が名古屋の店で買っとるんやったら知り合いかもってなるかもしれんけど、はいはいはい、茨城の店で買っとってから全く名古屋の人間がこう嘘ついてくれっつって、分かりました嘘つきますっていうトヨタなんないから。まあそうですね、後で言った言わんで、ね、まあ、訴訟起こされても向こうも困るし。まあまあまあ、いやただ引き落としの口座の引き落とされたところだけでいいって多分 みんな結構言うてるんですけど。ああ、うん、見せれたら見せれるけど。もうそれやったら見せれるけど、こっちもそれどころじゃなかったから。そう、こっちもそれどころじゃなかったらしいから、病院や介護施設やらなんやらなんやらっつって、
最近もう寝てないしな。あ、やっぱ寝てないですか。寝てないし移動距離が半端ないん。まあえぐいですね。体力も減っていくし、うん、どうしようかなって感じだったの正直。これ持たへんなみたいな。いや、よう事件とか起きとるが。まあ起きてるっすね。介護しとってどうならこうたらっていう事件も起きとるやん。まあ、R 社長界隈でも事件起こりまくってるし、うん、ということや、うん、ということですわ、うん、いやだからこれこれさんがいろいろ仲介入ってもらって、まあそうですね、これこれさんがあの時もう一つ一つこうやってみたいな話して、うん、C ちゃんももうなんか月3万ずつって言ってましたっけ、うん、定額でな、はい、っていう話やし、うん、であの定期係じゃないやつ もう翌日払っとるし、翌日払ってるっすね。C ちゃんのはいつ払うんですか、その締め日というか。あ、もう LINE 見せようか。あ、いやいや、いいですよ、別に決まってんやったら、その決まってる。あ、もう一応見しとくわ。あ、一応見しときます。うん、この人も米走らせる天才やからな。こういうのやね。あ、はい。毎月何日に返済予定なのか教えて。え、毎日何日に返済予定なのか教えて。あ、これ相手に一応聞いてないから、はい、読み上げだけは。あ、オッケー。もう全部下にスタイプしとけば内容見れるから。あ、30日、うん、ああ、はいはいはい。で、11月分は30日が土曜日なんで12月2日。そうそう、はいはいはい、はあ、はあはあ、ということらしい。うん、だから初回引き落としが、12月2日からスタート、うん、っていう話です、っていう話ですわ。で、定期係さんには、10万円払った。うん、ランハゲ言われてるやん。ランハゲさん言われてるっすよ、うん、ちゃん頭なんか全然髪の毛入ってこんねん、うん、こっからストレス止まってんねん。ストレスちゃうっすか。うん、気持ちなしか。ちょっとおでこ広がってきたし、あれ iPhone えらい変わったくないですか。 iPhone 俺なくして、はいはい、言ってたっすね、新幹線なくしたって。でもう何回もなくすから、はい、もうなんか金もったいないって感じになって、はいはいはい、 SE に格下げになって。ああ、そういうことか。そういうことらしい、格下げになったらしい。 でこれから、俺この1週間でもう多分5回ぐらい落としてるから。え、かなさんはもう放送しないですか。まあ、子供が生まれるまでは、はい、まあ、それどころ、まあ、かなってどっちかって言ったら俺と2人でセットで配信するやんけ。まあそうですね。だからこっちがもう送迎やなんやってやっとるし、でかなもうつわりでもうずっと吐きっぱなしやし、はいはい、それどころじゃないみたいな、でこうやってやっぱ介護とか、その病院っていうとやっぱ自分の身内の方やから、はい、うん、やっぱ責任感感じてこうやってついてきてくれんねん、はいはい、でついてきてくれるけど結局つわりがひどいから吐いたりとか。ああ、やっぱつわりひどいですね。吐き出しがすごいから。ああ、はいはい、だからもう配信どころじゃないわね。あ、リスナープレゼントはとかなんか言ってる人おるっすけどね。ん？ん？リスナープレゼント？ん？なんだそれ？初めて聞いたぞ。そう、iPhone なくすね。そう、iPhone なくすんすよ。5回ぐらい iPhone な落としてんの俺。うん。落とすね。自分自身に物欲ないから。はいはい。だいたいかなに服とか買ったり、お母さん買ったりとかして。はいはいはい。で、お父さんに買ったりとかして。はい。で、俺大体カナの服借りパクすんねん。はいはい。あの古いあのブカッとしたやつな。はいはい。で、やっぱレディースのポケットってさ、はい、後ろ側ぐらいにちょびっとしかついてないんよ。はいはいはい。メンズみたいに吹かないんよ。ああ、まあそうですね。だからもう重機とか乗るとコロ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 落ちるんよ。ああ、はいはい。で、車とかでも座ったら、はい、もうすぐポラってポロドアのとこにコロコロコロっと落ってくる。コロコロコロっと。あれ iPhone ないっていうのがもう5回じゃ効かんかもしれない。で、それも高いんですか、着てるやつ。その パリス、これパリス。パリスっていうのはいいメーカーなんですか。いや、なんかね、メッシかなんかサッカーのチームやねん。あ、そうなんや。いい、 そこのブランドやねん。いいらしい。サッカー好きの人はみんな知ってる。あ、ほんまにリオメルメッシやった。名古屋の今日買ってきてんよ。あのパルコ。いい、パルコ。パルコ2階にあるねそれ。いい、やってパリス。え、これ何ぼするんですかこれ。え、もう会計見る。あ、会計見ますよ。レシートないっすか。どうしようとかやったっけ。ちょっと待ってね。あ、カバンか。ちょっと待ってて。うん、あ、待っときます。うん。
あと40分は拘束します。うん、もうあと40分か限界な、おじいちゃんもおばあちゃんもおるしみたいな、これ以上はやばいわ、俺が怒られるわ。レシートはすぐ見せる。結局私の口座はまだ出てけえへん。まあただあれやん、その何、そのお母さんの方に聞いたら、あの車もあの全部自分で買ってるって言い張るし、まあ、それはもうそれまただしゃあないよな、口座。おお、来た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 、出てくるのぐらい8万結構いいブランドやで、ね、サッカー好きの人からすると8万ほぼあのシューズと変わらん金額するから、一つ一つが8万もう1万以下のものは売ってない店やから。マジかよ。だいたいそのマフラーでも1万8000やし、ね、そんなするんすかこれ。これするするする。嘘でしょ、大事に使おう。8万で、なんでこれポーンって8万も出てくるんですか。ほんで今日パルちゃんの枠でも思いっきり投げてたじゃないですか。あのいつもな、いろいろとこう悪いこと言わんとさらっと流してくれてからや、取り上げてもらったりしてんのよ。ああ妊娠した時とか、はいはいはい、ああまあそうですね、そうそうそう。でその時にこっちもその便乗でなんか売名みたいな感じにしとったから、はいはいはい、ありがとうございましたっていう。ああはいはいはい。でなんかツイッターでなんか8000個アイテム買ったみたいな。勝てない勝てない勝てない。あ、勝てないですか。もともとあるやつや。あ、もともとあるやつらしい。え、もう全部分投げ切ったんすか、イベント前に。いやいや、だからさっき1100個しか投げてないで、山田くんが24時になってからって言ったから止めとく。ああああああ、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。あのなんか金のチケットはいっぱいあるけど。ああ、ダブル WPG あれ1500ちょっとぐらいあるけど、はいはいはい、えぐいな。え、そのアイテムはどうやって買ったんすか。いやだからあれやん、カナとかがプラチナプラス目指しとったから応援したろうと思って。ああ、はいはいはい。まあ配信者やったらやっぱ1回は夢見るもんや。1回でもプラチナプラスになりたい。ああ、まあ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 ね、別にだって嫁がそんなん言っとったらこっちもふわっちで知っとる者同士さ、はい、事情も分かれて自分の嫁さん1回でもプラチナプラスにさせてたろうって。ああ、はいはいはい。的にはなるやん、やっぱ旦那として。ああ、え、今は収入源はゼロってことですか。そうや、今のところ今のところで、余震というか余力は、余力は、まあ、ある程度あるよ。ある程度、ある程度。ちなみにじゃあそれは金額聞いたら分かるけど、それは配信外でまたバーって湧いてくるから。ああ、だから みんなの、基本的なあれは超えてると思う。あ、じゃあレンガで障害年収は超えてる。レンガやと何個、レンガやと何個、レンガ、レンガ帯じゃなくてレンガ、分からんよレンガって。レンガ分かるでしょ。レンガやと何個、何レンガって、まあ、帯が100じゃないですか。レンガ、あ、だから 10束でってこと。あ、そうです。レンガ、レンガ何個すか。いや、それは言えん、また変なに湧いてくるから、それでまたバーって。あ、じゃあ座布団までは行ってますか。座布団で置く、まあ、それは言えない。それはもう配信外でちょっと聞いた。ああ、それまた言うとなんかバーって湧いてくるから。ああ、ちゃんと ATM のあれも全部見しとるから。ATM のあれ引き出すところとか、あの取ってくる。それどこにあるんですか、それは。ん、え、その ATM で引き出すやつはどこにあるんですか。ものは、ものはい、僕見てみ、見てみたいです。いや、いいよ。いいよ。何なんですか。いいよ。ただ、それ別に言わ、まあ、言いません。それは配信外で。ああ、それは配信外。それ配信外で。ああ、それは配信外。配信中にやるとなんかめっちゃ変な音楽もあるんですよ。え、じゃあ、レンガ、まあ、5レンガは超えてるでいいですかね。5レンガは超えてると思う。そのレンガっていうのはイメージよくわからない。ああ、だから帯掛け重ですね。まあ、あるんじゃない。ああ。5レンガ以上確定です。しかも俺なんもさ、誰とは名前言わんけど、ほら財産隠しとるだのうんぬんだの言うけど、俺隠してないから、普通に口座入ってるから自分名義。ああ、あと、はいはい、住所も不定で警察から逃げとる言うけど、住所もうあるから。あ、まああったっすね、住民票は見たっす、うん、はい、がっつりあるから。で日付も込めて見たっす。警察から逃げとるとかあいつ言ってるけど、はい、あの警察そんな甘ないから、住所分かってればな、逮捕するんやともう言ってるから。ちなみに俺は日付入りの住民票見てます。言ってるから、もうなんなら昨日の日付やから、はい、日付入りの住民票見てるんで、あれはもうどうしようもないわ。うん、住所不定はちょっと苦しいかも。うん、
何あれ、あ、リスナーさんやん。あ、違う違う違う、まよちゃん、まよちゃん。あ、まよ、まよか。そうそうそう、まよちゃん。ま、まよ来たわ。まよジムに来たわ。まよジムに来た。うん、かっこいいな、あれ。かっこいいですね。なにこれ、ハリアー、ハマーみたいなやつやん、これ。え、これジムニーでしょ、やっぱり。うん、ジムニーやけど、ハマーみたいな設定じゃん、光って。え、なんで5000枚以上あるんですか。まあ、そりゃいいよ。ああ、いいですか。配信外で。ああ、分かる人に分かればいい。分かる人に分かればいいらしい。うん、またなんかバーってごちゃ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 湧いてくる。じゃあなんか別に言われてるみたいに詐欺とかはないってことですか。ないもんね。ない。うん、ないらしい。うん、まああれも見せれるしな、生命保険の親父の。あ、親父の生命保険の受け取りに。言っちゃえば、もう言っちゃったけど。うん。額も全部持ってるから。うん。え、だから引き落とし口座はどこにあるんですか、それは。ローンの。ローンの引き落とし口座は全部家のあの。ベールファイ、ベアールファイヤー。あ、入ってるっすか。カナの通帳も俺の通帳も全部一緒に。全部一緒に。だから、俺言ってんの、もう最初から民事訴訟すればいいよって。うん、隠してもないんで、裁判所が全部調べたら分かる話よ。まあそうですね。で、毎月金額多い時に払えたの、うんぬんだのっていう話になっとったからさ、はい、いや、そんなんやったら定額で、あの、民事訴訟は、あの、警察が介入できやんとか言うんやったら、はい、そんなんやったら、個人的に、ほんじゃ多い時に払えってか言うんやったら、もう民事訴訟起こしてから、もう、それやったら裁判所あるんやったらあるでもすぐ分かるからさ、はいはいはい、ほんじゃこうしろ、で、この額で決定しろって。はい、で、こっちもペイペイとかで払うのがほとんどやね。はいはい、そのペイペイで払ったらなんか現金に換えるのに手数料いるからもう手数料を引かせてもらうみたいな、なんだって話があって、もう なんていうか総支払い額がどんどん変わってきてんのよ。え、じゃあみんな間違えてる、500万の人と150万の人別やから。え、で500万の件はどうなったんですか、結局のところ。500万の話は、はい、もうこれこれさんの枠でも言っとったけど、はいはい、もう今なんか捜査中でずっと止まってんねん。で、書類送検も何もされてないの。うん、まあ、それはこれこれさんも言ってたけど、はい、捜査段階中っていうのはまだ、書類送検されてないから、うん、はっきり言ったら。まあそうですね、うん、うん、だからその理論でいくと、そうそうそう、だからもうそれは待つしかないんじゃないって。ああ、処方に任す。そう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 。ああ、でそれでも納得できなかったら訴訟起こせばいいんじゃないって民事訴訟で。でもでも連が5個あったらもう500万ぐらいぶん投げたらええんちゃうんすかって思ってる人多そうなんですけど。いや、その500の話はちょっとややこしくなって。いや、ややこしくなる。こっち禁酒の立場でその変な人間が絡んどったから、はい、そっちの方にもお金がスライドして流れてんのはもう分かってんのよ、向こうは。まあいわゆる、まあ、怖い人たちね。もうだからこっちが受け取ってないっていうのは知ってるからこそ、あ、こっちに来てないんだ。その500万円は受け取ってないんすか、ある社長が。もうこっちにスライドされてんねん。もうやからこっちに来てないねん、はい、捜査のあれが。ほんじゃその500万円の人はなんで R 社長に言うてくるんすか。俺に渡したからじゃない。あ、俺に渡した、はいはい、だから 俺に対して警察に被害届け出した、はい、で調べました、はい、で結果的にこうスライドが分かりました、はい、で捜査段階で今止まってますって感じ。ああ、はいはいはい。あ、で結局その怖い人間が応じやんねん。応じないですか。そう、出頭命令とかに応じてないねん。はいはいはい。で今逃げとる状態やから。で別の事件とかでもその人いろいろ関与しとんやけど、はいはい、最近大阪であった事件とかもいろいろ関与してないけど、はいはい、足取り捕めやんねん。ああ、捕まれへんねん。そう、怖い人は。はいはい。で、120万の人は、まあ。それ、しーちゃんやん。しーちゃん。LINE の。しーちゃんは、何、レンが5個あんのに、なんで3万で固定したんですか。いえ、もうこれこれさんの枠で毎月、もう最初から、面接閉じた時に、はい。もうなんか、朝廷の云々とかいう話じゃなくなってんの。はい。一回もう、なんちゅうのかな。不成立みたいになってん、はい、まあ、要は、朝廷を結ぶ、それで守られやんかった、やったら次民事訴訟に移るん、はい、でそれ移らんと、もう向こうも訴訟を起こさんと、もう個別にこう払ってください、毎月こんだけでも、でこっちもそれに応じて、いや今あれやから毎月こんだけ払っていきます、もうちょっと多くできやんの、じゃあ今月もうペイペイ払います、で追加でこんだけ払いますっていうのを LINE で個別にやり取りしとった。はいはい。
そうだからそのコレコレさんの枠で「いや2万円じゃなくて3万円にできませんか?」って言われて「はい、あもう全然3万円できるよ」って、はい「じゃあもうそれで」ってっていうラインになる。ああはいはいはい、あっていうラインらしい、うん、だから俺が言ってたのはもう一貫してもう総合の総額のあれだから遅延損害金だの、手数料だのって話が出てきとったから、はい、いやもうそういうのじゃなくてもう総額もうこんだけって、でそれでこっちは終わり、わかる、はい、うん、でもずっと並行して それだけじゃないねん、手数料を引きます、あと遅れたからこんだけ払ってくださいっていう話も入ってたから、はい、もうごっちゃごちゃになってて、はいはいはい、だからこっちからすればほんじゃ訴訟起こしてもらって、もう裁判所でこの額を一括で払ってください、それで終わりですっていうのをやってって言った。あー、はいはいはい、そんな訴訟起こしたらすぐ裁判所もすぐ動くから、はいはい、うん、だから主任しさえパッパッと貼ってから裁判所に 手数料払ってやってもらったら裁判所もすぐ動くから、はい、で預貯金額とか収入とか全部調べて、あほんじゃもう払える余力ありますね、ほんじゃこんだけで、お互いから話聞いて解決金にしましょう、でそれ払って終わりです、はい、で、はい、終わりなんや。ああ終わり、だからこうやってほんじゃ毎月3万だのうんぬんだのって言うんやったらもう訴訟起こしてって言った、こっちは。ああはいはいはい、もう何も隠してないから、はい、隠してもない住所も不定でもない、はい、やったらもう来るとこに来るわけやん、はい、いやましてや俺が住所不定とかやったら分かるで、はい、住所不定で裁判所の通知も行きません、はい、で誰かが言うように警察から逃げてる状態とかうんぬんとかなんかわけわからんこと言われてるけど、はい、もうそんな状態やったらまだ分かるで、はい、相手に請求したとしても払う余力がない、はい、相手は無視する、ましてはそこに住んでないやろって言われとったから何言ってんのやろしか思ってなかった。で勝手に無職って言われてたから、お金もないって言われてたから、もうお金がない無職で通っとんやったら、じゃあもう月3万でええやんっていう話でもう月3万って、で LINE でお互い直接話してもう月3万円で、じゃあ何月何日からスタートしますって話だった。はい、はあ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 、だから勝手に向こうがわわわわ騒いでから、はい、収入がないから貯金がないからって騒いでて、はいはい、うん、でそれでやっとる話やから、うん、ええんちゃう、うん、こっちからしたら何言っとんのかわからないし、もう名誉毀損にしか持ってないから、勝手なこと言われて、おえで雅子さんとのいざこざはもう終わってるんですか。いやあれは誰がどう考えても執着やん、執着ほかないやん、執着もうずっとさ、だってぶっちゃけこれこれさんのところに上がってきたのもあいつぶっちゃけ関係ないの。まあその当事者でも関係ないし、まあ話題ではまあ関係ないですね。だしもう完全にもう関わるなとも言われてるし。あそれはほんまに言われてるんですか。うん、それだって俺科学にもこう一回会った時にもそうちゃんと送ってるから、あ音声もガルクも撮ったやつ。はいはい。もう全部送ってるから。で、はい、警察がこう摂津警察がもうなんていうのかな、俺の話しとる時に。はい、俺が苦情入れてもう今言われてますって、はいはい、あじゃあもう今から本人に電話して止めますねって言って、はい、電話来てもずっと配信やめやんとバーって話しとったから、あ、はいはい、で一回出頭で仕事で行けやんって言ったらしくて、はい、で警察が家行ったらおって、うん、でそれでどういうことですかってなってるのもこっちは聞いてるから、はい、うん、それ向こうはいやそんなことねえわ何言ってんねやって言うんやったら俺別に摂津警察近いから、ああ、はい、別にガロック送ってまあ本当に家来たこととかも証明できるし、ああはいはい、うん、って感じやの。でなんかわけわからんこと言ってるやん、俺からアイテムもらったら共犯やうんぬんだとか言われてるっすね、うん、だからパルパルが共犯か、うん、その理論で言ったらパルパル共犯、そうパルパル共犯や、まあ、言うてもさ、そんなん別にやっとるわけじゃちゃうし、うん、まあ、少なくても今はおかしなことした資金とかではないですよね。今ある資金は何らその犯罪性のある収入の得方をもうだって一切してない。風俗もうんぬんもだってもう完全足洗ったし、もう子供おるって分かった時点で、はい、まあ、えらい悩んだけど、えらい悩んだんすか。あ悩むよ。ああで今は別に怖い人ともお付き合いはしてない。いやそれはその人らの息子さんとかはやっぱ同級生とか地元の連れやけ絡んだりはしとるよ。ああ、まあ、それぐらいね、直接そういう親父さんと絡んだりとかっていうのは一切ないから。ああはいはいはい、うん、
で俺やん、四日市のリスナーさん、はいはい、山田君も会ったことある。あ、はいはい、あの人に来ちゃ分かるよ。もう直接そっちとはやり取りしてないから、息子さんとかと仲いいだけやから。え、でレンタカー会社どうなったか、めっちゃみんな。いやもうそれどころじゃないから、今もう全部止まってんねん。全部止まってんねんって。あ、それどころじゃないから。うん、もう介護施設だの病院だのって。うん、まあ、確かに、お父さんお母様はあの具合悪そうやったわ。うん、ライバー事務所作ったのは、いやもうホームページで終わった。ホームページで終わったらしい。もうそれで、うん、なんか面白そうやなって、かなが安心するんやったら面白そうやなと思ったけど、はい、終わった。あ、終わりました。月3000円でホームページで維持費払っていけばできるっていう制作会社で頼んで作ったは作ったはいいけど。安いですね、月3000円。月3000円で安い。安いですね。あの、もともと風俗のホームページ会社でアロマパンダっていうのがあって。あ、分かるですよ、アロマパンダ、うん、で、はい、そこのその作っとる人と仲いいから。おー、もう直接やっぱお店と担当決まるやん。あ、はいはい。3000円も安いですね。3000円、安いわ。バナーとか何も頼まんだよ。ああ、そういうことね。やっぱ業種が違うから。ああ、スカスカホームページ、うん、3000円。キッチンカーはって言ってるっすよ。キッチンカー、うん、そんなん夢の話になっちゃったよ。夢の話になっちゃったわ。ほんまに24時間耐久で配信したら分かるよ、この、うん、うん、分かると思う。こう、うん、一気にドタドタドタってきたから、うん、今までのこう病院行ってなかったツケがね、様子おかしいからって連れてったら、もう一気に分かって、でも一つずつ一つずつやってるから。はいはい。え、古民家カフェは、ん、古民家カフェ、そんなんもうあれやんか。うん、もう何も動いてないやん、配信でやろうかみたいな感じで言っとって。八尾の新築の家は、八尾の新築、はい、解約です。解約らしいです。あ、契約まではしたんですか。契約した。契約して解約です。うん、もうそっちまで行っとるやんから。うん、まあそれもなんか八尾やったら山田くんち近いからって、うんうんうん、いやそれはな、裏を返せばかなんか配信しとったらあれになるから、うん、と思ったけど、うん、結局やめたわ。やめた。もうそっちまで行けへん。行けへん、忙しい。うん、いやもう運転手こっち俺しかおらんから今。ああ、まあそうですね。うん、栃木の7000万の家建てるわ。何それ。いや分からないです。それは知らない。それは知らん。うん、いや、父親、母親さんはもう持病で、あの、ちゃんと具合悪いですね、見てたら。はい。うん、お前や、もうバッタバタや。うん、で、お父さんお母さんに加えて、お父さんのやっぱお姉さん、お兄さんも、うん、ね、向こうに一緒に住んどったから、お兄さんに関しては、うん、一人だけ置いていけやんわって。あの女を施設に預けた2日後に緊急搬送されたよ。うん、で呼び出し食らって、 朝方の本当に1時ぐらいや。あ、はいはい、かかってきて施設から。もう今なんか息が、酸素濃度がもう 80% 台やから。あ、はい、発作起こす手前やから、ちょっと来てくださいよ。あ、血中酸素濃度、それで行ったりとかして、もう休むっていう時に何かが起きるから。あ、コンテナハウスは、あ、今動いてる。今動いてる。それは動いてます、コンテナハウスは。皆さん、うん、もう昨日か、採石巻いて、ああで採石巻いたら、次もコンクリート、土間打って、えで、その上にポンと置くだけ。その重機はどこから リースしてきたんですか。お父さんの友達。あ、そうなんですね。そのユンボは、コンマ何本ぐらいのユンボですか。コンマ6や。あ、コンマ6。疲れるよ。疲れるっすね。うん、まあ、俺もいよいよあーってなって。まあだけど嫁のお父さんお母さんも食わせれんのに、嫁のこと幸せにできへんけど。うん、ちゃうで、これが8万ちゃうで、マフラーが。あ、ちゃう この服とか全部あるでしょ、着てるやつ。いや俺全然知らん。遠いやろこれ。いいっすね。車の鍵なんであるんすか。今気付いてんけど、めっちゃある。なんでそんな車の鍵あるんすか、4台も。これ良くない。うん、いやいや、こっちの方が気になるっすけどね。いや気にしたんでいいよ。車の鍵なんで4台あるんすか。うん、バッタオタや。ほんで川西の家はどうなったんすか。
川西の家、はい、連絡したけど、はい、まあ保証の会社の方が回っとるから、はい、そっちの連絡待ちでもう住所が固定されとるから、あ、はいはい、そっちの方に行くと思いますよって最終的な金額が、でそっちでもう直接やってくださいって言われる。それはある社長が全部払うんですか。うん、そりゃそうやろ。だって向こうに言っても向こうはなんでなんってなってくる。そう、ちなみに何本ぐらいになるんですか。あ、でも20万ちょっとぐらいちゃうかな。26万とか言ってたけど。26万、26万、7万ぐらいになるんじゃないですか。あ、クリーニング代別にしてんの。あ、別にして物を捨てたりとかクリーニングとか入れて、はい、入れたらもうちょい行くんじゃん。3、40ぐらいに行くんじゃん。もう入ってるんですか。あ、もう入ってる。あ、もう入ってるんすか。もう入ってる。もう荷物とか全部なくなっとったし。あ、行ったんすか。行った行った。あ、行ってるんすね。もうあれを外側からもあれ つけられた鍵。あ、鍵つけられてたんすか。でクリーニング中っていうのも貼られとったし。そう、そういうことらしいわ。で、隣の人に聞いたらもう業者入ってますよっつって。そう、そういうことらしいわ。だからもう今なんかいろいろ張り替えたりとか、ほら、ヤダがさ、猫を飼ってたから。あ、そうですね、糞しょんべんまみれになってたんですね。ああいうのがあるから、その分が多分結構請求くる、でもそれは向こうは関係ないから、で、ヤダはどうなってるんですか。ヤダはさ、はい、俺、何やったっけ、ほら、聞いとったやろ、なんか結局俺のせいにされとったやん。もうなってた、ね、引き出したのは R やとか言われとったやん、本人も。そうですね、おって、お兄さんもおってさ、はい、でも結局、あれやん、おばあちゃんにもさ、はい、もうあれボケてるっつってもそこまでボケてへんから、はい、もう完全にヤダと一緒に行って引き出しとるわって証言しとるわけよ、はい、で警察もそういうことも言っとるわけよ、はい、でその問題のその女の子が、はい、こう勝手にこう世話焼きやって、はい、勝手に警察署に R が勝手に引き出したみたいですって。で配信でもなんかそれ山田くんが言ってたらこうどこどこの警察署行ったらもう話通ってるでみたいなこと言ってたけど、言ってたっすね、こっちからすればもう名誉毀損以外ないやん、それ。あ、そうなんすか。だって名誉毀損か。こっちじゃないんやから。ええー。俺や、実際これ蓋開けてみればやってませんでした。で、ヤダが実際引き出してました。はい、やったらこれ現実じゃないやん、はい、実際に俺がやっとるわけじゃないんやから。はい、で、勝手にこう通報されてあいつが引き出してましたよって言われとんやから、こっちは。おお、ほんじゃ、あ、ヤダの件はヤダが犯人。そう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 、ヤダが犯人。それだっておばあちゃん聞いとるやん。まあまあ、なんとなくは聞きに行っとるやん。はい、うん、じゃあ、ヤダが犯人らしいわ。だから ATM とかうんぬんとかもあれがおばあちゃんからキャッシュカードを受け取ってから、あれが引き出しに行っとるやん。で、それもおばあちゃんもちゃんと証言しとるし、そうやってなんか配信しとる、あの、あった後もさ、はいはい、だから俺すぐに言ったよ、警察行けばいいよって、はいはい、俺って言うんやったらすぐ警察行けって、やったら普通にこっち事情聴取とかすぐに呼び出し食らうけって、はい、でも行かんかったよ。ほうで、ほんでね、リスナープレゼントはどうなったの、リスナーにポイント還元は、リスナーは騙されたんですか、ポイントもらう人10人いますよ、びっくりじゃないねん今、うん、それどころじゃないね。それどころじゃないね、うん。この状況を見て、うん、介護とかいろいろ動いとる状況を見て、うんうん、ポイントだけくれ、今すぐくれっちゅうやつは、それ言っとくけど、うん、リスナーじゃないね。リスナーじゃない。もらいに来たら、もらいに来とるだけのあれやね。もらいに来てるだけの物乞いらしい。リスナーじゃない。まあ、うん、言っとる本人だけやと思うけど、それ持ってるのは。うん、ちなみにそのリスナーポイント還元っていくらぐらい打つ予定やったんですか。いやでもそんなにやで。20万ちょっとぐらいいっちゃう。20万ちょっとぐらい、20万ちょっとぐらいらしい。なんか分からんけど、山田に iPhone16 あげる。そんなんもういいよ、そんな具合悪いのに。そんな、あ、ね、出せなかった。あ、ちょっといい、いい、そうそうそう、そんな、うん、そんな具合悪いてか iPhone16 が一番スペック高なったな。あ、もうもちろんね、バージョンアップされて、はい、最高のチップセット積んでるんで、はい、すごいよね、熱望もしやんねん。熱望するっすね。なんか熱望しやん仕様になってますって。あ、そうなんですか。アップルの人言ってたけど。そうでしょ。だから今までなんか14ぐらいがちょうどいいみたいなね、14プロマックスぐらい。まあこれ一番いいっすけどね、15プロ。15プロマックス、プロマックスでも熱望するやろ。いや、その代わりに側が金属やから。あ、でも確かに画像はめっちゃ綺麗になってるよ、ドライモードの。で、あれですね、側が金属やからスマホクーラーと相性めっちゃいいですね、うん、つけてたら絶対熱持ちいい。チタニウムやからね。はい、うん。まだ何か聞きたいことある。まだ何かありますか。あれどこ行ったの。あ、あそこ止めたもん。そうや、
まあまあまあ、なんかあるか口座、あ、引き落としの口座面白いな、タヌキ。うん、やっぱり引き落としの口座らしいっすわ。まあそれは配信内にもしてるから。うん、まあ僕見たら絶対ちゃんとあの嘘はつかないんで言ったら、うん、車のローンの口座、車検証、うん、嘘つき、ユージシャースボトルやっちゃうよ。坊主にしとるから太って見えるだけ。あ、こう見えて俺 60.1 やから大丈夫。あ、軽いっすね。めちゃくちゃ軽いっすね。そこの間病院で測ってんよ。60.1 やった。僕70超えてるっすわ。163センチで 60.1 やったら普通じゃない。まあちょいポチャぐらいっすね。ちょいポチャ、ちょいポチャっすね。ちょいポチャ、163ないやろって。あるわ多分。163あるよ。あるよ多分。全然ある。え、リスナープレゼント、え、 iPhone15 Pro Max 2台は8月ですよ。企画あったのはリスナー騙したのか、この詐欺師って言われてるっすよ。そんな詐欺師って言わへんけど。ああ、詐欺師って言わへんらしい。警察行ってください、うん、そんな詐欺にもなりませんよ。いや、またお疲れ様。あ、それでもちゃんとやるから大丈夫よ。携帯何台も契約させたのは何でか聞いてって、 M さんが。何が？いや、ごめんなさい、分からない。聞いてって言われた。何の話か分からへんから。何の話か分からへんって言ってます、 M さんさ。うん、 M さんはどっちかというと、もうM コプレーンやと俺は思ってるから。 M コプレーン、うん、答えろよって M さんが言ってます。はい、皆さん、あの大きく質問を打ちたい方、アイテム添えてくださいね。大きく質問を打ちたい方は、はい、俺もさ、ピックアップするんで。あれやで、山田くんにこうやってやるけど、はい、ちゃんとあれやで、投げてから質問しちゃえよ。ああ、そう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 、ね、だからファンタえ、そのうちの1台ちゃうで、 M さん。俺2台やでもらってんの。10発とか、うん、ちなみに山田くんに俺 iPhone 寝たっけ。13と15 Pro Max か。15 Pro Max。 そうそう、 2台やで。俺1台ちゃうぞ。うん、ちゃうぞ、2台もらってんねんぞ。うん、なんで細川たかしカットにしたのって聞かれてるっすけど。遠隔歌手やん。遠隔歌手やないか。その髪型になってくんよ。あ、坊主にしたらわかるよ。あ、うん、坊主にしてみ、この髪型になってくから。そうそう、そういうことらしいわ、うん、伸びるまで。え、山田に高いマフラープレゼントするくせにリスナーにプレゼントしない理由は。おお、他の配信者が、うん、リスナーにプレゼントするかって言ったらプレゼントせえへんやろ。なんか視聴者プレゼントみんなもらったことある？1個とか2個じゃない？まあ確かし、うん、俺今まであれやで、配信で稼いどったアイテム全部出しとんやで。全部出してるらしいです。全部出してるで。はい、うん、だってあの時カナの枠見に来とった人なんて1ヶ月、まあ、50人ぐらい全員に、もう枠にコメントした人全員にあげとったんよ、うん、だからもう1人当たり大体1万ポイントぐらい1ヶ月間で、すごいっすね。みんな視聴者プレゼントもらってる、みんなもらったことある？1万円も月ない。うん、うん、俺もあげたことない、うん、そういうことなんかよう分からんだよ。え、これこのスマートフォンは騙しとったんすか？騙しとってないよ、カナに聞きゃいいよ。かなり聞けばええやん。だって領収書も渡したやろ。これゲオで買ったやつやで、みんな。あ、違うわ、ほんまや、思い出したわ。俺領収書あるわ。そうやで。あ、これ誰かに契約させたとかじゃないね。ゲオでそのまま買ってて、シリアルもあってて。あ、うん、ゲオやで。ゲオ、あ、そうや、ゲオで16万で買ったやつやもん。これということは俺別にあれやわ。うん、うん、そんだけ言うんやったら、お前思い出したわ。アカロムがうんぬんやって言うんやったら、あ、ゲオなんてほとんどそうやから今。おう、そうや、ごめん、え、M さん補足事項、これちゃう、契約させるちゃう。自分の推しに16万でゲオで買ってあげればいいやん。あげれやんやろ、そもそも。しかも1台じゃないで2台あげてみ。あ、そうや、ごめんごめん、あれやわ。え、わざわざショップまでついていって4台契約させて、それをゲオで売って買ったんやんな。え、そうなんすか？違う、違うらしい。え、でもあれやで、ゲオで店頭で並んでて普通に購入した端末やったはずやぞ。そうやで、うん、領収書も全部渡してるから。だってあの SIM 別やったもん、今思えばやけど。本人から話聞いてるから。本人からって誰っすか？本人誰ですか？え、嘘でしょ。じゃあそのソース出せばいいやん。本人って誰？ M さん、そのソース出してください、うん、いやごめん、うん、俺全く知らん、うん、M コブレーンなんやから。うん、お、教えてください。うん、あ、これが M 子さんのブレーンなんすか？そう、M ちゃんって大体そうやん。そうなんや。いや、M ちゃんファンタくれるっすけどね、たまに。ファンタやったらいつでもあげるやん。ああ、そうですね。うん。知れとるやん、ファンタやったら。レイプまでしといて、それか。え、レイプしたんすか？レイプしてない。あ、ほんじゃ M ちゃん賭けしようか。おお、ね、おおおお。M ちゃん賭けする？賭けする。賭けする。うん、賭けしよう。ね、これみんな承認になるから、1300人。はい。レイプって今言ったやろ。これ実際レイプされてなかったら誹謗中傷になるよね。はい、なるよね。はい。でこれ
俺はレイプしてないにかけるわ、ほんじゃ。はい。レイプしてるにかけるんやろ。それでレイプかけよう。で、これ負けた方、山田くんにファンタ100発かけよう。ありがとうございます。どうこれ。俺しか得せえへんけど。でも、そんだけソースがある、ソースがあるって言うんやったら乗ってくれるはずやん。俺きっとそう思う。うん。なるほど。だから、その子がめちゃくちゃやんで、今どうなってんのか知ってんのかやって。いやいや、そこまで言うなら乗るやん。うん。うん。これ乗ろう。うん。乗るやん。いや、俺しか得せえへんから別にそんな賭けじゃなくていいっすけどね。うん。いや、そこまで言うんやったら乗れやいやん。俺乗れるもん、これ。もう乗れるよ。WGP チケットあんのかなんとかとか言われてるっすけどね。あるある。WGP チケットはある。あと何があるんすか？いや、あとゾウやん。あ、ゾウ。ずっと投げとるやんだから。ああ、まだあるんすか？まだあるよ。だって山田くんが取れてるやん、12時になってから。ああ、そうですね。イベントあるから、つって。ああ、もう12時になるっすわ、社長。あいつがどうたらこうか。12時になるっすわ。もう、実際さ、わかるから。実際話しとる本人やったら。うん、絶対分かってる。すいません、一回取り落ちします。一回取り落ちします。すいません。